はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、やっとうちにもやってまいりました。そう、こちらピクセル4ですね。はい、ピクセル 4XL に2月4日にですね、最新のアップデートが入りました。で、今回のこのアップデートによって、ついに待望のピクセル4の新機能というかね、アメリカではもともともう使える機能だったんですけど、まあ、ちょっと日本はですね、最初は対象外ということでしばらく使えなかった機能ですね、ピクセル4のモーションセンスという機能がついに日本国内でも使えるようになりました。ということで今回は私のこのピクセル 4XL もですね、もうアップデートをしてあって、モーションセンス使えるようになっていますので、その機能とか実際使ってみてどうなのっていうところを紹介していこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということでね、いやー本当にね、もう情報早い方だったらもうすでにですね、モーションセンス使えるようになってるっていうのを知ってる方も多いと思います。私ももちろん知ってたし、すぐアップデートしたんだけど、なんかね、このモーションセンスってアップデートした後、順次適用していくみたいな感じで、みんな一斉配信じゃなかったらしくてですね、まあ私は他の人とか結構もうアップデートできてモーションセンス使える状態になっているのになかなか使えないっていうことで、ちょっともどかしい思いをしたんですけど、今撮影しているのがですね、2月の6日になります。はい、2月5日も私は使えなくて、まあ、2日遅れぐらい、2月6日で、ようやく使えるようになりました。はい、ということでモーションセンスですね、実際に使っていきたいと思います。はい、こちらがですね、まあ、ピクセル4あるんですけど、もうね、今ちょっと画面が出たと思うんですけど、この時点でもうモーションセンスこれ起動されてるんですよ。はい、離します。はい、近づいたら、ディスプレイつきましたよね。離します。はい、来ました。近づくと、触ってないのに、ディスプレイついた。で、顔を向けるとロック解除っていう感じで、これもモーションセンスの機能です。で、モーションセンスっていうのはまずここにですね、まあ、このピクセル4、ピクセル 4XL にはこのディスプレイの上部に、まあ、非常にこの分厚いこれベゼルが入っているんですけど、ただベゼルが分厚いだけではなくて、まあ、カメラとスピーカーがついてるんですけど、内部にこれソリレーダーっていうレーダーが入ってるんですね。で、このレーダーを使うことで手のこういったモーションを検知したりとか、人が近くにいるかどうかっていうのを検知したりとか、そういう機能があるんですよ。で、これによってですね、まあ、結構いろんな機能がもうすでに使えるようになってます。でね、今ちょっとこのディスプレイね、壁紙ピカチュウいますよね。で、スライドするとほら星がブワって出てるじゃないですか。これは新しい壁紙で、このモーションセンスに反応してくれる壁紙になってます。で、こんな感じで遊ぶこともできると。まあ、これはもちろんただのお遊びですね。まあ、これなくてももちろんいいんですけど、一応こういうちょっとね、可愛い使い方もできますということです。ちなみにこのピカチュウなんかね、触ってあげるとちょっと喜んだりとかね、して可愛いんですよね。一応この壁紙どうやって設定したのかっていうと、真ん中タップします。スタイルと壁紙って開いていきます。で、カミングアライブっていうところの中にですね、こちら、仲間のポケモンっていうのがあります。こちらですね。で、これで壁紙を設定とすると、このピカチュウの可愛い壁紙とかを使うことができます。で、もっと楽しもうっていくと、これポケモンウェーブハローっていうアプリに飛ばされます。で、このアプリだと他のポケモンとかを、まあ、設定して遊んだりとかね、そういうことができるアプリもあります。ちょっとインストールしとこうかな、最後に試してみようかなと思います。っていう感じでこんなお遊びもあるんですけど、まあ、モーションセンスってもちろんそれだけじゃなくて、まず一つすでに使える機能としては音楽再生中の曲送り、そういった機能ができます。で、まあ、例えばそうだな、まあ、ちょっと曲の音量は流せないですけど、これ私がよく聴いてるアルバムですね、スキレットのアルバムよく聴いてるんですけど、これで今音楽再生しましたと。で、そうするともうこの手のこのスワイプによって、前の曲に進んだり次の曲に進んだりっていう操作が、できています。まあ、これやるときにね、ここの上にちょこんと光ってて、なんか光が待機してるようになってますよね。これがレーダーで、モーションセンスの待機状態で、こうスワイプすることで、曲送りができるということですね。曲送りも曲戻しもできますね。
はい、でちなみにこのモーションセンスなんですけど、手がねちょっとゆっくりすぎたりすると反応しないです。結構早めにスッとやると反応するっていう感じですね。このぐらいで、このぐらいだと反応しない、このぐらいだと反応します、このぐらいですねっていう感じになってます。だからちょっとね、まあ慣れは必要ですね。あんまりゆっくりやりすぎても反応しなかったりするっていうのと、あと場所ですね、中途半端すぎるこの下の方の場所だと反応しないので、まあ真ん中より上ぐらいをめがけてやっていくと反応させて使うことができます。スマートフォンでアラームの機能とか使ってる人、まあ結構多いと思います。まあ、やっぱり朝、何時に起きたいって時に、まあ、アラームを設定して使うってこともあると思うんですけど、この Pixel 4でアラームを使うのがかなり快適になる機能が一つ追加されました。で、例えばちょっと今アラーム設定しますね。時計ですね。この中からアラームを設定していきます。で、今3時4分なんで、じゃあちょっと3時6分にしてみたいと思います。3時、はい、3時6分に設定しました。これであと1分後にですねアラームになります。でアラームの音量はそこそこ出るようになってますね、うん、ちょっとじゃあ待ちましょう。でアラームが鳴ってどうなるのか、あと1分後ですね。さあそろそろ来るかな。はい、アラーム鳴りました。で手を近づけていくと音が小さくなる。でアラームはスワイプするとスムーズになるっていう感じです。はい、伝わりましたでしょうか。まあ、自分がもしアラーム鳴った時に遠くにいたらですね、まあ、音量大きくないと気づかないじゃないですか。だからまあ音量しっかり鳴るんですけど、近づいてきてもこの段階まで来たらアラームの音量が小さくなるんですよ。アラーム止める時にあたふたしちゃって結構大きい音量で、まあ、長くねアラーム鳴らしちゃったりとかすることも、まあ、あると思います。でまあ私もありますよ、そういうこと。この機能があるとアラームを設定しておいて、でアラーム鳴りました、で止めましたのこの段階でもうアラームちっちゃくなるんですよ。もう止めようとしてる時点でアラーム鳴ってることは気づいてるから、でっかい音量で鳴り続ける必要がないからですね。でこう手に持っていって、もうこの時点でスッとやるだけでもうスムーズできちゃうということですね。めちゃめちゃこれはいいと思います。今スムーズになっただけなんで、10分後になるんですけど、まあ、改めてここで停止すればいいですね。まあ、もちろん、その場で停止してもいいと思いますっていう機能が、まあ、追加されて、これも結構ね、まあ、普通の日常生活の中でアラームを使ってアラームを止めるっていう、本当に毎日使うような機能が少し快適になるっていう感じの機能の一つですね。でこの音量下がるっていうのは、これアラームだけじゃなくて、まあ、電話が鳴ったりとか着信が鳴ったりとか、そういう時もですね、ちょっと遠くで鳴ってて気づいて近づいていって、こう手に持とうとした時に音量小さくなるので、これも普通にいい機能だと思います。まあ、できることなら全てのスマホに入っていてもいいんじゃないっていう感じの機能ですね。これはすごくありがたいと思います。あ、ポケモン変わりましたね。これ時間帯とかによってポケモン変わるっぽいですね。ちょっとすいません、このポケモンね分かんないですね。最近新しいポケモンやってないんでちょっと分かんないんですけど、ポケモンが変わりました。あ、喜んでくれましたね。であともう一つですね、めちゃくちゃ嬉しい機能一つあります。スマートフォンね、手に持ってロックを解除する時の動作が、さらに快適になりました。で Pixel 4といったら、まあ、顔認証のシステムが入ってます。指紋認証とかは入ってないんですけど、この顔認証がめちゃくちゃ早いんですよね。で、まあ、それがすごく便利っていうところがあるんですけど、まあ、そのロック解除する速度がさらに速くなりました。でもなぜ速くなったのかっていうと、まあ、今までは手に持ってこう顔の近くに持ってくると自動的にロックを解除する画面になって顔を認証してロックが解けるっていう感じで、まあ、最初の時点でも結構速かったんですけど、今回このモーションセンスがついたことによってその動作がもう一段階速くなったっていう印象です。今ロック画面で Always on Display の、ね、モードになってるんですけども、これ今手を近づけていくともうこれでロック解除のスタンバイ状態になってます。で手に持ちます、で顔の前に持ってくると、溶けるということです。だからもう手に持つ前から、ロックを解除するスタンバイ状態に入ってるんですね。だから本当にもう顔の前に持ってきた瞬間にロックが溶けるということですね。ちょっとじゃあお見せしますね。手に持ちます。はい、こんな感じで溶けます。
伝わったかなこの速度なんですよ、めちゃくちゃ速い。なんか本当毎日ねこのスマホを何回このテーブルの上から顔の前に持ってくるかっていうところなんですけど、普通にピクセル4とかをメインで使ってたら10回以上もう何十回2、30回とか最低でも、まあ、どこかに置いてあってそこから持ち上げてこう持ってくるっていう動作をやると思います、まあ、何十回とかやると思うんですけど、その動作が本当に少しでも速くなったのでこれありがたいですよね。1日でも何十回とやる中で 0.5 秒とかね短くなったら、それがね何十日とか1年とか経つと結構ものすごい時間の節約になってると思うんですよ。っていうところで、まあ、こういう細かい違いですけど日々の動作が快適になるっていうのは大事なことかなと思います。で一応ですねモーションセンスの設定なんですけど歯車あります。アップデートした後にこの歯車行ってシステムといって真ん中ら辺にこのモーションセンスっていうところがあります。これ適用されていなかったらこの国ではモーションセンス対応してませんみたいな表示になるんですけど、私の場合今日ね突然これ解除されて使えるようになったんでこういう風になりました。タップします。でモーションセンスオンにするともうこれモーションセンスが使えるようになります。クイックジェスチャーで曲のスキップ、割り込みのミュート、アラームをスヌーズしたりとか着信を消したりとかですね、オールウェイズオンディスプレイの時に、ロック画面で非アクティブ、近くにいるとオン、スマートフォンを、手に近づけると、通知を表示というですね、こういった機能が入りました。まあ、このあたりが一応公式で今使えるようになっている機能で、で、まあ、おそらくですねこの機能が使えるようになったので、まあ、今後、まあ、外部のアプリケーションとか、まあ、Google が新たにこのモーションセンスを使ったアプリとかね、そういうのを出してくる可能性もあるので、まあ、今後の展開にすごい期待できるというか、さらにどういうふうに進化していくのかっていうのがすごい楽しみですね。でちょっと最後にじゃ あのさっきねインストールしたポケモンのアプリやってみたいと思います。ポケモン W、 ポケモンウェーブハローっていうのかな、ポケモンソードシールド、うん、やってないんですよね。ちょっとやってみたいんですけど、クイックジェスチャーでポケモンたちと遊ぼうという機能ですね。おお、もう反応してます。じゃあ始める。おお、上方向に手を動かそう。おお、開いた開いた、モンスターボール開いた。あー、でポケモン出てきますと、ピカチュウ出てきますと、うん、じゃあちょっと手を振ってみましょう。手を近づけてくすぐろう。あー、なるほど、手をこう近づけるとくすぐるっていうことなんですね。はい、だからまあこのサイドの動作と近づける動作に反応してるってことですね。ヒバニーっていうんだこのポケモン。ヒバニーを走り回ったりジャンプしたりすることが大好き。おお、なるほどなるほど、動くのが大好きなんですね。かわいいね。炎属性のポケモンなのかなメッソン、あー泣き虫なんだねメッソン。おお、こうやると水がかかって元気になってくるのかな。ああ透明になってった。おお、で今度草ですね、草タイプのポケモン、サルノリ。草なのかな、わかんないけど緑のポケモン出てきました。スティックには特別な力があるみたい。手を近づけてみましょう。おお、なんか種植えて草生やしてるおーすごい、だんだん葉っぱが生えてきましたね。あ、イーブイだ、イーブイ、うん、喜んでる。うん、で、まあ、このポケモンたちが、ポケモンソードシールドで待ってるよってことですね。なるほどなるほど。で、あとは同じことができるということですね。っていう感じのアプリになってました。はい、まあ簡単なちょっとしたデモ的なアプリですけど、まあこういった機能を使ってこういった操作ができるよっていう感じのデモですね。はい、まあ、なんかこれをもっとねうまく利用してこの近づく動作と左右にこうスライドしていく動作を使ってなんか面白いアプリとかね出てきたら、まあちょっとねよりピクセルとかモーションセンスが盛り上がってくるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回はついにですねピクセル4モーションセンス日本でも使えるようになりましたと。ちょっと出遅れてしまったんですけども早速インストールをして実際に使ってみました。少なくともこう手を近づけた時にすぐこのロック解除の画面になるとかアラームの音量が小さくなるとかその辺は必ず誰もが使う機能だと思いますのでそこが便利になったっていうのは嬉しいと思います。あと音楽のスキップとか曲戻しとかそういうのできますけどもっとね例えば Kindle で本読んでる時に次のページにこうスワイプしてて飛ばすとかそういう機能が追加されたりとかブラウジングしてて次のページに飛ばすとかねそういうのもできたらもっと面白いのかなと思います。
ちょっと今後に期待ですね。Pixel 4を持っている方はぜひアップデートして使ってみてください。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。